それでは2つ目のキーワードに行きましょう。じゃん、ノートにオリジナル住宅情報。これはですね、こんなこうあの本を、編集されたり、まあ、これが面白いというなんていうのかな、堀くんのセンス感性はいつ頃出来上がったものなんだろうというところをちょっと2つ目で伺っていきたいなと思うんですが、これね、子供時代の話らしいんですよね。はい、はい、そうですね。あの、僕が何かになりたいって思ったのは幼稚園の年少の時なんですよね。幼稚園の年少の時で、いや3歳とかかもしれないんですけど、はい、なんかそのノート、まあ、建築家になりたいっていう夢に書いてあったんですよ。あ、ですけど、それを何で表現してたかっていうと、ノートにその自分で建築物の絵を描いて、でそれが380万円とかで、土地だけとかもあるんですね。とかで、このね、ちょっと豪華な家建てたらその8000何百万円で、なんか住宅情報見るのすっごいちっちゃい頃から好きで、住宅情報見てる時にいきなり2億とかってなってる家とかあるじゃないですか。うおーとかって言って、なんか2億とか、なんか物見よう、ものまねで書いたりとか、とかして、なんかその、なんかあの、そういうことをやってて、まあ、建築家になりたいっていうことを言ってたんだろうけど、うん、建築家って言葉しか知らなかっただけで、うん、まあ、要するにそれ編集者になりたかったんだと思うんですよね。そう、そう、それでなんかこう、あとはなんか地図見て、うん、まあ、あの旅行行くの、あの親運転手だったから、あのトラックに乗せられて行くとか、あとね、青看板見てこっちユニとか覚えたりとか、はい、川見て川の深さはこんぐらいって言ってデータベース作ったりとか、うんうん、そのデータベースの作り方がまた面白いんですよ。見た目で深かったりすると ABC A とか B とかってランクつけてね、色だった、最終的に色になりましたね。深かったら赤 で危険、危険、そう、なんかこういう感じで、そういう感じとか、あと天気予報とかも好きだったんで、でなんかそのなんかそういうなんかこう地理的なものは好きだったりとか、もうしつつ、だからそれ観光と編集っていうのはもうなんかちっちゃい頃からなんか変わってないんだなって。男の子でさ、いたよね、地図好きな子、うん、いたいた、うん、もうで地図のなんか等高線が好きとかっていう人いるじゃないですか。そっちじゃなくて、うんうんうん、もう完全に官能的なところで、うん、あの行っていないのに、うん、なんか行った気になるっていうか、妄想ですよね、うん、なんかこう、あ、こういうとこ行ってって、か、あの脳内地図見ながら旅ができる、そう、脳内旅行、うん、脳内旅行してとか。私全然わかんないけど、クラスにいた、そういう男の子。あ、そうですか。一人で絶対楽しいんですよ、僕一人っ子だし。だからずっとこういう風にやったりとかしてて、はい、で、あと、あの、あれですね、あの架空の市街地図、あの10年後うちの周り、まあ、僕江別市の豊幌ってとこ住んでるんですけど、豊幌空港とかできてるんですよね。できるはずないって感じ。架空のね、架空の豊幌空港みたいな、10年後できてる、はい、みたいな。ここに道路ができてるとか、あとビルができてるとかいう、はい、あのシムシティってゲームあったじゃないですか。ああいうこと好きだったの。走りですね、うん、走りですよね。シムシティできた時、おー来たーとかって思いましたね。やっぱりそれって面白いんですね、うん、で発展していったりとかで、ゲームじゃないんで自分で発展させていかないとなんないんですよ。こういう経緯でこう発展するとか、でそういうこと考えてたので、もう脳内と、子供だから脳内でやってるわけだけど、やっぱり子供の頃から旅好きというか、そうですね、そういうところだと編集の仕事とか、ね、なんか本当つながってるなと思って。でもなんか無駄になんか子供なりにアウトプットしようとするんですよ。ノートに書いたりとか、地図になんかこうメモしたりとか、立派なメディアですよ。そうですか。こう書いて見せれば。そうですよ。あと思ったんですけど、思い出したんですけど、うん、僕あの勉強も好きだったんですけど、勉強するときにノート取るの好きだったんですよ。でノートに、でノート取るのが夢中になりすぎて勉強しない子だったんですけど、でそれノートをきれいに取るのが好き、うん、女子みたいな感じでペンケースに何まらいろいろ色ペン持ってて、でこうなんかこうやって、まあ、あのタイトルはあの3行分使ってとかやってたんですよ。バランスをちゃんと美しくね、はい、でこうなんか単位があの項目変わるときは2行分けてとかやってて、それがなんかデザインとかのなんか編集とかのなんか原点だったかなとかって思ったりしますね。誰かにこうやるんだよって言われたわけじゃないのに、自分の感性としてこの方が綺麗とか、うん、見やすいとか、そうですね、そういうのでずっとやってきたんですね。そうなんですよ。へえ、面白いでしょ。であのちょっとここでついでに伺うと、いろんなお仕事してきてるんですよ。例えば、まあ
学校出てからどういうことをやりました、そうですね、ちょっとざっとざっとですね、まず最初広告会社に入ってるデザイン事務所に就職して、その時にデザイン学んで、で、まあ何個か行って、あとは、あとキングムーって昔ディスコがあったんですけど、あそこの内部のデザイナーやって、何でもやったそうですよ。で、そうデザイナー以外にも広告とかお料理のメニュー考えたりね、そうで配りに行ったりとか、配りに行ったりね、でやって、その後ちょっとなんかこう休みというか、いろいろ旅して回ったり、旅好きですからね、で日本全国初めて夢だった、日本全国回って、で教習所合宿免許で行ったの、バイクの免許を取りたくて合宿免許 でその時に九州いろいろ行ったりとか、あとはその本もその頃作りたいなと思ってたので、その資金稼ごうと思って、出稼ぎ、機関工、自動車工場の機関工、でそれ愛知県なんですけども、その愛知県行った時も愛知県っていろんなところ行けるので、いろんなところ旅行しちゃってお金たまらなかったんですけど旅行好きだからね、愛知に行っちゃいけないんだ、でもどこでも行けるから、そうどこでも行けちゃうんですよ、でそのなんかその時初めての四国行って、すげえとか言って、いいな、でそれ辞めた後に、札幌で就職して、夜の広告作る会社に就職して、でその後、その時それ辞めて添乗員ですね、添乗員です、ここで出てくるんですよ。これちょっとアルバイト方々っていうか、デザインもしながら、ちょっとアルバイトでっていうことで、お金稼ぐのに添乗員やったらしいんですけど、やってみたらこれ結構楽しかったんですよね。いやー、俺今までやった仕事で添乗員一番好きかもしれない。だけどすごくハードだって聞きますよ。なんか添乗員って2泊3日だとしたら、3日間で完結するストーリーが何個も体験できるので、秋っぽい性格には非常になんかこういいっていうか、すぐリセットされるんですよ。なんかだからそれでなんかそのしかもなんかハードなんで、ギュッと凝縮してるんですよ、いろんなことが。だからすごく面白くて、なんかこれは達成感のある仕事なんですね、すごく。だから旅も好きだしね。そうなんですよ、本とかだったら2年ぐらい達成されないですけど、添乗員だったら3日ぐらいで達成されるっていうのは僕の好みで、すごく楽しかったですね。道東とかどういうとこ行ってたんですか。基本的に着地で東京とか、いろんな北海道外の人たちが北海道に来たを案内する、千歳に迎えに行ってみたいな、そうです受けてって、で1割ぐらい北海道のお客さんの内地に行ってあったんですけど、ほとんどは北海道を案内するんですけど、いやでもそれがすごくいい経験だったっていうか、そのなんかこう、バスツアーとかその団体旅行に接することで、なんかそういう観光って旅好きからするとなんかなって思ったんですけど、添乗員やることによって、いやこれはこれですごいいいものだって思って、旅好き的には本当バイクでバンバン日本国中どこでも好きなとこ行く旅が好きだったんだけど、添乗員をすることで、いわゆる今ちょっと少なくなってきたって言いますけど、エスコートツアーみたいなね、あれはあれでちょっと高齢者が無理なくとか、バスの中でも楽しくとか、そういうような観光は観光で、なんていうんですか、古き良きというか、あのスタイルもいいじゃないっていうのを思われた。バスガイドさんの歌とかちょっとね、最北端で歌われるとちょっとこっちも感動してきたりとかして、いやこれはいい演劇だなと思って、でその後はそうなんですよ、団体旅行はすごくいいなって、あとそのメジャーな観光地っていうのにもあんまりいいイメージ持ってなかったんですけど、添乗員やることによってメジャーな観光地にはメジャーな観光地のやっぱり良さがあると、帰って行ってなかったんじゃない？いや行ってそうだから、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、メジャーな観光地なんか外すでしょ、知らなかったっていうか、でメジャーな観光地も、歩いてみると、こんなとこに穴場とかがあったりとかして、いやだからなんかそれはなんか自分の視野が狭かっただけなんだなって思う結果になって、すごくいい経験で、あと接客やったことなかったので、そこで接客やったのは良かったっていう感じですね。でも僕すごく好きだったので、添乗員やってる時に僕便乗員って呼ばれてたんですよね。何ですか便乗員あの客と一緒に楽しんでるから便乗員それはでもいいんじゃない、褒められたんじゃない、そうなのかな、仲間内で便乗員って言われてよし温泉入れるぞとか言ってそうなんですね、いやでも本当に子供時代からね、こうやって編集もやってたな、子供時代の話聞くと、もう昔から編集もやってたな、デザインもやってたな、旅も好きだったなっていうので、好きなことをいっぱいやってきた堀くんだなというふうに思いました。じゃあちょっと今後の話をね、3つ目のキーワードで伺っていきましょう。3つ目のキーワードこちらです。じゃあ